ご覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルのまことです。あ、鼻がやばい。今日はですね、3つ話題がありますので、今日は、3つの話題について、今日はほぼ同編集でちょっとお送りしたいと思います。申し訳ないです。で、今日はですね、まず一つ目の話題は、ちょっと出しますね。はい、こちらです。ビデオカメラです。ですね、ちょっとビデオカメラ買い替えるのはちょっと2月にはちょっと買い替えちょっと厳しいですね。それはなんでかって話なんですけど、ちょっとソフトバンクを辞めるに伴って、iPhone ももうそろちょっと買い替えたいなっていうふうにちょっと思ってて、で買い替えてしまいました。はい、買い替えた iPhone がじゃじゃん、こちらでございます。見える？はい、 iPhone 6S でございます。はい、でもうちょっと待とうと思ったんですけど、できるだけ早くちょっとソフトバンクを、いろいろありまして、ちょっとソフトバンクの回線を解約すると、やばいね、ソフトバンクの回線を解約するに伴ってですね、ちょっと au さんの方で iPhone 6S を買い替えました。はい、お詫びなんですけど、このモバイルルーター MVNO にするっていうことももうなしです。なしになりました。はい、ちょっとね、ビデオカメラに関してはちょっと、ね、ちょっと今年の終わりぐらいになっちゃうかな。もしかすると。で、それで、結論的に言うと、やっぱね、iPhone がこんなにね、高いとは思ってなかったし、10万超えするってはね、ちょっと覚悟は、ね、してたんですけど、しちゃうとビデオカメラねえ買い替えられなくなっちゃうよね。出費がすごいよね。我慢して iPhone ね、動き遅いのを使い続けるか、でカメラはこれピントが遅いだけなんで、あとは明るさの関係がちょっとしょぼいっていうだけなんで、これはね、ちょっとチラチラがなるかもしれないですけど、エフェクトかけちゃうと、プレミアの方で。ただ今年中に、買い替えられればいいかなっていうふうに思ってるんで、ちょっとね、買い替えられないっていうのはちょっとね、2月に買い替えられないっていうのはちょっとね、視聴者の方にはちょっとね、見苦しい、およびちょっとね、なんで買い替えないんだっていうふうにね、言われると思うんですけども、こういうね、ちょっとキャリアの変更および iPhone ね、ちょっとハード面的にちょっとね、ちょっとイライラしてたんですよね。で、これは先ほどと同じなんですけども、さっきの話と絡んでくるんですけども、iPhone に買い替えた関係でこれに出費がかなりこっちの方に行ってしまって、関係もございまして、プレゼント企画に関してもちょっと遅れます。かなり遅れます。申し訳ない。プレゼント企画のそのいろんな、方々がコメントしていただいて本当に感謝をしております。本当にありがとうございます。ただ、用意できるのは、そうですね、3個か4個ぐらいの予定しております。はい、ちょっとね、もしかすると2名様か3名様ぐらいしか用意できないかもしれないです。はい、でな
オでね、まあ、あの数に限りがあるんで、全員が当たって手元にあの、ね、あのもらえるとは限りません。なのでそこはねちょっとね、まあ、ご理解をお願いします。